ばんは。本日ね、毎週水曜日夜7時からのお時間、キューピーのですね、アイトズキューピーのご縁に感謝、人生は人に出会う旅ということで、はい、ちょっくらまたオープニング、あ、本当はそのままやってもよかったね。どうぞ。まあいいけどね。はい。イエイ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 魅力的な歌を歌うシンガーソングライターのハルさんです。ウェルカムです。ハルです。ありがとうございます。はじめまして。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、ね、はい、寒い中をですね、いえいえ、アルバルト、はい、ね、お運びいただきまして、ありがとうございます。呼んでいただいて、こちらこそ、こちらこそ申し訳ございません。ありがとうございます。はい、お願いします。そしてお願いいたします。はい、で、まあ、ここに出てるね、まずハルさん、はい、ご本人様、はい、そして本来ならここに今キューピーがいるところにチャド様がいらっしゃるわけなんですがちょっと事情があって、はい、本日は、はい、ちょっとね、はい、中座されているということですね。本当はこのペルソナさんというユニット、そうですね、で一応春は長いこと一人で、一人で、はい、私一人で、はい、はい、活動しておりましたが、はい、はい、12月に新しく結成して、はい、素晴らしい、来月からライブをやっていこうかなと思っております。素敵ですね。その辺のところも後ほどまた、はい、ね、お聞かせいただきます。よろしくお願いします。はい、そしてね、早速でございますね、はい、今日はちょっと前倒しで ね、 ね、ご配慮いただいて前倒しで始めさせていただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝感謝でございます。はい、そして早速でございますけど、今日のですね、はい、メールサザエさんみたいですね、来週のサザエさんじゃなくて今週のサザエさんじゃなくて今週のキューピーさんご縁の感謝はですね、イジミさん、ね、まずはハルさんの、はい、ハルさんと、ペルソナさんのご紹介をした後に CD をご紹介した、はい、そして最後にライブ情報と、また今後の抱負とお話を伺うということでですね、はい、流れでお願いいたしますね。よろしくお願いします。では最初ですが、まずは、はい、ハルさんのですね、はい、お人となりをお聞きしたいので、はい、私ちょっと質問しますので。あ、そうですか。はい、はい、少しお答えいただければと思います。わ、はい、かりました。お願いします。ハル、はい、さんは、はい、いつからハルさんですかって変な話ですけど、ハルさんというふうに、うん、お名前を出されて活動をなさり始めたのは、なんとなく20年ぐらい前からかなっていう気がします。20年ぐらい前っていうと、20年ぐらい前に何かがあったんですか。なんかそうですね、もともとは大学時代に軽音楽部で、はい、音楽を始めたんです。でその頃はハードロックとかそんなような、そういうバンドのボーカリストをやっていて、はい、でしばらくその大学で活動してから、その後はちょっとお休みしていて、上の子を産んでから、明日2人目を産んでから、音楽活動を再開して、その頃から春という名前でしたね。いろいろ今情報がたくさんありすぎて、私頭悪いもんですからね、なかなか分かりづらかったんですけど、はい、お伺いしても大丈夫ですか。はい、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。まず、うん、ハードロックとおっしゃったんですけど、はい、どんな感じの曲をね、はい、歌われてたんですか、当時は。その頃は、うん、ラウドネスとか、つい最近は、なんだっけ、スコーピオンズとか、結構いろんな、はいはい、ラウドネス、はい、スコーピオンズ、とこら辺を、ラウドネスという歌ったりして、あとは、庄屋、庄屋の、はい、ギタリストの方とも共演したことがあります。あ、はい、それはすごいですね。アニマルネストっていうライブハウスで。富士の、はい。そうです、庄山だから歌ったことあるし、この間店長の国さんから直接来て本当ですか、ツイッターでお話来て、はい、よかったら出てみませんって言ってくださったんですよ、うん、今ね検討してますんで、国さん申し訳ございませんちょっとバンドのメンバーにいますね、相談中なんでね、しばらくお時間いただければと思います、はい、すごい素敵なライブハウスですね。あ、本当ですよね、はい、なんかお友達というか、それこそ、はい、くのしゃん、あ、くのしゃん、ご紹介いただいた、はい、春さんにご紹介いただいたくのしゃんもですね、はい、ロボコンっていうバンドさんで、はい、そちらの方で出られてるみたい、はい、
そんなこんなで、それぐらいから春っていう名前で音楽活動をやっているような気がします。はい、今なんかね2人目がとかといろいろおっしゃってたんですけどそんな風にはお見受けできませんが、ママだったのねって話です。もう大人です。子供たちは子供たちなんて、子供たちがもう大人になって、あ、そうですね、私としてですね、はい、私もだからもう何年もしばらく会ってないんで娘たちに、ね、あ、そうですか、もう二十何歳になってるんです2人で、それぞれ社会人で、はい、そうです、いや、ね、はい、なのでもうね、手が離れてて、ね、はい、何もしてねえじゃねえかって、ね、怒られますけどね。もう自分の場合はまあ自分の話はもういいですけどで、はるさんのお話をまた続けます。はい、お誕生日は、はい、7月4日、なんとアメリカの独立記念日、インディペンデンスデイということで、だいぶ前なんですけど、ちょうど自分の誕生日の日が土曜日かな、うんうん、だったので、自分の誕生日にライブのイベントやりたいっていうのが夢があって一つ、それでその時、その時はサナッシュというライブハウスを借りて、はい、10バンドぐらいお呼びして、当時 の自分一人ではなかなかイベントもできないので、当時組んでいたバンドのメンバーみんなでこう協力していただいてイベントをやったことが、それがインディペンデンスデイライブという名前で、あ、素敵ですね。はい、そんなこともやりました。ネーミングがいいですねネーミングがもうセンスがありますね、はい、すごい楽しかったです。素晴らしいです、はい、が誕生日ですね。誕生日ね、誕生日が7月4日ってことは、はい、星座が、はい、蟹座です。蟹座の人ってどういうタイプですか？蟹座は結構家庭的って言われるんですけど、うん、あんまり家庭的じゃないかも。でも、もうね、お二人をちゃんとね、成人させて。はい。すごい。それだけでもうご立派ですから。はい、私はもう何も言えません、そのこと言いましたね。いやいや、はい、素晴らしいです、はい。そして血液型が、はい、なんと B 型です。B 型ってなんかみんなからいろいろ言われません？言われるみたいですけど。キューピーさん何ですか？何、あ、出た。何型だと思いますって言っちゃいけないってよく言われるんですけど。あ、本当？ O 型？ブブーですね。A。そうなんですよ。ああ、いいじゃないですか。面白くないですね。いや、 A 型は一番ねノーマルで、 B 型っていうと大体こうなんかこうみんなからいろいろ言われて。いいんですけど、はい、かまってもらった方が嬉しい。自分もかまってちゃうんですけど、かまってもらいたい方ですね、やっぱりね。はい、甘やかされて育ってる長男なんで、あ、それはですね、はい、そしてご出身地をお願いします。出身地は愛知県です。愛知県。名古屋市に結構長くいました。大都会じゃないですか。そうですね、はい。名古屋大好き。はい。で、今日本日はお越しいただいたのが、うん、はい、今は富士宮の方に、うん。結構長く住んでいますね。東部の富士宮の、はい、東部です。富士山のふもと、ふもとの、はい、白糸の滝とかある。あれはだいぶ山の方ですね。山の方もっと浅間神社とか、あ、はいはい、世界遺産センターとかある、うんうん、結構中心地の辺。あれ町中ですよね。うん、そうですね、その辺に住んでます。浅間さんのところってね、はい、意外と町中ですよ、ね、いいとこですよ。そうですよね、はい、はい、なるほど、そこです。そして、はい、もうちょっと聞いちゃおうかな。はい、これなんかね、子供に聞くみたいな質問で申し訳ないんですけど好きな食べ物って聞いていいですか？そう、好きな食べ物は餃子ですね。自分で作るのも昔はよく作ってて、うん、はい、いっぺんに100個ぐらい、あ、素晴らしい、餃子もいっぱいこねて、うん、積みして、はい、作って手作りの餃子が好きですね。水餃子、うん、揚げ餃子、うん、焼き餃子などなどありますけど、はい、やっぱり王道の焼き餃子が、で酢胡椒で食べるんです。酢胡椒で、はい、お酢と胡椒、お酢に胡椒をドバドバ入れて、はい、それが美味しいんですよ。酢胡椒、酢胡椒、酢胡椒ってまだやったことないですよ。本当ですか？ぜひやってみます。食べてみてください。ありがとうございます、はい、貴重な情報でありがとうございます。少しで食べるのね、はい、美味しいですからね。美味しいです、美味しいです、はい、そして、はい、得意なお料理、今餃子の得意だと思いますけど、あとは、うん、唐揚げもよく作ったんですけど、うん、はい、それもももじゃなくて胸肉を使うんですよ。胸肉鶏の胸肉をクルクルです、クルクルで、そぎ切りみたいな感じで、わりかし薄めの感じにスライスしていくんです。ね、そうそう、うん、そうするとね、ちょっとスナックな感じで、こうパサパサですが
こうなんかおせんべいっていうかこうスナックみたいな感じでサクサク食べれて大好きなんです。スナック感がいいですね。食感がいいですね。食感がいい。あ、それはいい、はい、ご商売に預かりたくなりますね、はい、本当 ね、やってみるしかないですね。唐揚げ美味しいですよ。はい、それで苦手なものをここで買いましょう。すごい突然ですよね。突然ですが苦手なものがもしあれば。苦手なのはね、とにかく足がいっぱいあるの。4本まではいいんです。動物は4本まではいい。動物は大好きなのね。犬とか猫とか4本まではいいんだけど6本からダメなんです。6本からダメ。もうね、6本でしょ、もう虫でしょ、うん、8本10本、クモとか何本だっけ。あ、確かにタランチュラとか ね、そっちスパイダーね。あ、もうクモもダメですね。そして最大にダメなのはほらいっぱい足があるムカデとか、うん、ああ。はいはいはい、ダメです。カニは大好きです。カニ、エビ、ゴエビ、そうそう、そうそう、イカタコちゃんもイカタコ食べれます。あ、そうか、虫に、あれ、ね、虫にね、虫がね、そうですね、虫的な虫ですね。虫です、虫です。美味しいものはカニは食べたいです。カニ大好物です。はい、でも時々今カニ座なのみね。お店に行くと昆虫食べれますっていう店ありますよね。最近ね、この間なんか出てくれた。そうマキさんの J トータルミュージックさん、そう出してきましたよね。そんなこと言いました。さあ、そして、はい、今度お人柄にまた戻るんですけど、はい、カルさんは周りの方からどんな人ってよく言われるんですか。自分でもねよくわかんないんですけどね、こんな感じですよ。これママこんな感じのママ、はい、こんな感じのママ、こんな感じのママね、ママ、まあ、よく天然とか言われるけど自分で言うのもなんだしね。天然さんって感じしないですけどね。あ、そうですか。全然ね。あ、じゃあ、うん、普通の人です。はい。新潟カニ座普通の人。はい、ね、愛知県出身、ね、はい、富士宮にご在住ということで、はい、そしたら今度、うん、もうちょっとずつね、あ、うん、そう音楽全然かけてなかった。音楽いつからもうかけてきますか。で、うん、かけてきましょう。何気に、そうね。そうでした。BGM でかけときましょう。はい。忘れてました。はい。これが、はい。ね、またお話伺います。そうなんです。あ、始まりました。一曲。はい。一応シンガーソングライターをやらせていただいております。はい。平日は公務員として真面目に全身真っ黒で、平日全身真っ黒の公務員ですね。全身真っ黒の格好でお仕事をして、全身真っ黒の公務員で皆さんその反動でもう週末はアーティストとして華やかな、はい、もう色とりどりで、はい、そう、色とりどりで、しかも鳥のテーマの CD を今ね、そう、ソーシー調って聞こえてきましたね今ね。あ、それは、はい、そう、お互いに思い合う鳥ってことですか。愛思う鳥と書きますね。愛愛傘の愛に、あ、はい、思うという、はいはい、に鳥という、本当にいます、ちゃんと総主張という鳥が、はい、はい、曲を、はい、曲の、あ、曲じゃない、これ 鳥の、 そのお写真がね、ちょっとまた検索します、はい、後で、はい、見てみてください。はい、まずはね、はい、今総主張かかってる時にちょっと少しで進めますね。はいはい、はい、で歌のね、うん、きっかけっていうんですかね、うん、原点っていうんですか、その辺お聞きしても大丈夫ですかね。まあ、歌姫じゃないですか。はい、歌が好きになったのは多分、うん、子供の頃に母親がだいたい眠る時は絵本を読み聞かせで寝かしつけをすると思うんですけど、うちの母は歌が好きだったんですよ。で、いつも歌を歌ってくれてました。で、何の歌がいいと聞かれて、こういつもリクエストをするんですけど、一番好きだった曲が歌を忘れたカナリアっていう曲だったんです。童謡なんですけど、それが多分歌が好きになった最初だったんじゃないかなと思います。物心ついた頃から歌を歌っていて、トイレだろうがお風呂の中だろうが、お風呂は一番いいんですよ、めちゃくちゃうまく聞こえるので、エコーがかかって
できっと近所の人はね、いつもあそこから歌声がなんか誰か歌ってるなと思われてたんじゃないかなと思うぐらい何気に歌ってるのが好きでした。それが多分一番最初原点で。そうするとあれですかね、はい、今度は、先ほどちらっとお聞きしたんですけど、お子様の子守歌みたいなのも歌われてたわけですよね、ああそうですね、一番最初に作った曲が、今流れてる CD に入っているんですけど、トンビの子守歌っていう曲がを一番最初に作った曲です。それが二十歳ぐらいの時だったんですけど、私の父と母の実家が飛騨ってわかりますか、飛騨市、飛騨高山、はいはい、あれのもっともっと山奥なんですけど、母の実家が本当に裏にお山があってね、目の前には大きな川があって本当に田舎なんですけど、そこの山の中腹に登るのが好きで、そこに登ってると、こう周りの綺麗な景色が、本当山ばっかの景色が見えて、トンビがピーヒョロロンって泣いてるんですよ。そのトンビの鳴き声が大好きで、その時にトンビの子守歌っていう曲を初めて作ったんですね。それが人気ナンバーワンの、あ、ナンバーツー、ナンバーツー、ナンバーツー、ナンバー最後ね、最後ね、ナンバーツーですね、ナンバーツー、はい、ただそれ、その歌がやっぱり子供たちに、自分の子にも歌ってあげたいなと思って作りましたね。ああすごく愛がありますね。でも歌ったかな。子供たちは歌よりも絵本の方が好きでした。はい、でもね、今からでも別に遅くないと思いますからね。そうですね。皆さんもう CD はあれですよね、お聞きになってるのね。いや、渡したけど聞いてないと思います。そういう可能性はあるかもしれませんけど、ね、照れくさいんでしょうね、お互いにね。そうですね、はい、そうですよ、私もステージで出るよって告知しても、ね、はい、もう一回繰り返して、明日行くからとかそういうこと言いませんもん、今から行くとか言いませんし。それはちょっと ね、そう、はい、ということでですね、はい、今少しお聞き、あ、そうそう、で、まあ、これはまた後でいいですかね。大丈夫です、ね、県内の、まあ、キューピーさんに今日はもう全部委ねているので、いやいやいや、ではですね、これ 次、はい、次何をするか、ペロペロって言ったら、なんだ、あ、なんでこれ白い紙が出ちゃった。やっちまったなって話です。こういうやつです、私ね。で、はい、春さん、はい、春です。12月にユニットを結成なさって、うん、はい、そうなんです、でスタートを切られるということで、ね、ペルソナっていう新しい、はい、ユニットを組みました、はい、本当に結成したばかりでまだライブも一回もできていなくって、はい、私がギターボーカルの春と、もう一人チャドという主人ですけど、旦那様、はい、が彼もギターボーカルをやっていまして、はい、本当にまだ結成したばかりで、来月からいよいよライブを始めようかなと思っております。素晴らしい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、とってもいいですね。そうですか、それはなんかだってこれからですもん、はい、ね、これから始まるわけじゃないですか、はい、そうですね、ワクワクします、はい、ワクワクですね、ワクワク、練習しないと大変な。ペルソナってちなみにどういう意味でしたっけ。ペルソナは確か仮面とか、あ、仮面っていう意味なんですか。はい、仮面夫婦ですかね、私たちで。なんかすごい爆弾発言じゃないですか、それって。そんなことないですか、うん、爆弾発言。そんなことはないですか。爆弾発言来たところで言っちゃって大丈夫だと思うんですけど、はい、ちょっとね、せっかく今ね、チャットでですね、はい、メッセージを寄せられてるんで、はい、ありがとうございます。ちょっとね、お読みさせてくださいね、はい、まず、まこ様、ありがとうございます。まこ様、まこ様、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔します。そしてですね、はい、フロアマット専門店のカーマット、フロアマット専門店の RS さん、はい、ですね、はい、雑談って見てるの楽しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しく映ってるならもう幸いでございますので、はい、ありがとうございます。どうぞ楽しんでください。ありがとうございます。そして続いて、ごめんなさい、もう一回、まこさんがですね、まこ様、ありがとうございます。カリさんってご存知ですか。カリさんのおすすめで拝聴させていただきました。何度もお名前呼んでいただきください。ありがとうございます。まこさん。むっちゃん。むっちゃんこ笑いました。ありがとうございます。まこさん。まこさん。
笑ってくださいね。どうもよかったらね。ストレス解消、ね、年忘れでお願いします。本当です。そう。そして、はい。あ、そうそう。本当に春さんこんばんはってます。再度くれました。拍手もくれてます。わー、こんばんは。よろしくお願いします。ね、さん本当ありがとうございますね。はい、ありがとうございます、まこさん、ね。ありがとうございます。そして、ちょっと戻りますかね。ほいで、ペルソナの話は、はい、うん。もういいですか大丈夫、うん、いいですね。サクッとサクッと。ペルソナはいよいよね始動ってことそうですね、はい、まあ、今日旦那様いらっしゃいませんけど、はい、次回はぜひぜひね、つがいでって言うんですか、ね、つがいっていうのか分かりませんけどね、はい、セットでお越しいただいて、はい、ここでですね、はい、生でやっちゃって歌ってくださると、やりたいです。またぜひよろしくお願いします、ね、ありがとうございます、はい、これで今、うん、ずっとね、はい、聞いていただいて、途中からかけましたけど、はい、最初の曲が、うん、さっき説明してくださった総視聴、はい、総視聴全曲、はい、うん、オリジナルの全部、はい、そうです。で、鳥にちなんだ全部鳥 の、うん、あの曲なんです。で、曲の頭にその鳥の鳴き声が入っているのが、あ、その鳥なんですね。その鳥です。鳥のね、ことをすみません、勉強不足で運転しながらずっとぐる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 、はい、最近ヘビーローテーションで、ね、はい、こう今週聞いてたんですけど、うん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 、聞かせていただいたんですけど、はい、何の鳥か分かんないけど、鳥の曲の鳥の声が曲と曲の間に入ってて、はい、あ、これは新しいと思って、それはその一番、うん、その曲の頭にその鳥の鳴き声が入ってるんですよ。その鳥の鳴き声聞いていただいてから、その鳥の曲を聞いていただくんですよ。となるとですね、はい、今流れてるのが2曲目、うん、2曲目の仏法僧という曲なんですけど、質問です、はい、仏法僧っていう鳥いるんですか。仏法僧という鳥はいます。いるんですけど、会いたいな。仏法僧っていう名前をつけられた鳥と、うん、仏法僧って本当に鳴いてる鳥とは別の鳥なんです。コケコッコみたいに仏法僧って鳴く鳥がいるんですか。います、います。聞きたいな、生で、ね、どこに行くと聞ける。ですね、うん、愛知県の宝来寺さんという山奥に行くと多分仏法僧が聞けると思います。本物の愛知県の宝来寺というところ。宝来寺、宝来って言葉、いい、素敵な言葉ですよね。そうですよね、はい、島田にも宝来橋ってあるんですね、はい、あ、字はね、同じ字違うんです。違う、はい、あら、違うと思います。じゃあ違うからなおのこと聞いてぜひあの仏法僧、この CD をね、聞いていただくと、うんうん、その仏法僧の鳴き声も総視聴の鳴き声も聞けるので、今日ね、プレゼントで持ってきてるので。え、なんと、なんとプレゼントで、はい、CD が 10枚ぐらい持ってきたので、 あ、すごい、あの、見てくださってる皆様、もし、あ、視聴者の皆様プレゼントしたいと思います。オリジナル CD をプレゼントしてください、はい、ここに来れば直接もらえるってことですよね。はい、はい、お手渡しいたします。大丈夫、大丈夫ですかね、置いておいていただいてね、はい、はい、そして、はい、あ、ついでにごめんなさいね、長流れで申し訳ない。いえいえいえ、これ R さん、RI さん、はい、RI さんコメントありがとうございます。コメントいただきました、ありがとうございます。はるさん、朗らかで癒されるハート、本当ありがとうございます。朗らかで、もう人柄が溢れ出てるもうね、もう画面から出ちゃってる。いや、本当ですか、です、ね、愛が溢れて、わー、そう、やっぱり、ね、明るいのが一番だと思うんですよ。ありがとうございます。私もこれを撮ると明るくなります、まあ、それは置いといてですね、まあ、眩しくてね、ライトも手当てらって反射しちゃいますから、いやいやいや、それは置いときましょう、はい、そして、はい、ね、うん、この CD ね、これ今あれ、今2曲目が終わるところかなみたいな、またつなぎのところで、ほら、ほら聞こえます。あ、本当だ、仏法僧ってくる。で、この後ツバメの子っていう曲になるんですけど、はい、今ツバメの子たちの鳴き声がかぶってきています、うん、ツバメの子、はい、ツバメの子、チュン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 、ツバメの子、ツバメの巣って僕 ね、実はもうね、これね、何回か聞かせていただいたんですか、はいはい、もうね、どんどん入ってきてですよ、詩が愛の巣、愛の巣とかね、そうです、そのうちフンが出てくるんですねあれ、ふん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 、あれ、ふんふんで、ふんです、ふん、ね、ツバメのふんすごいじゃないですか、うん、はい、巣の下、ふんって言っちゃった今ふんだけに、面白くないと思っちゃった。そういうね、結構ね、歌詞でふざけるのも好きなんですよ、はい、そうなんです、真面目な歌詞からちょっとこう、ふざけた歌詞まで、
素晴らしい。この曲だけギターコードから作りましたね。本当に簡単な、はい、ずっと繰り返すコードで作ってみようと思って作った曲です。循環コード。そうです、そうです。キーコードは忘れちゃったけどギターありますね。そうね、またね、はい、そう、それはもうとてもこんな曲ですね、うん、名曲です。これも、はい、ツバメの子。ツバメの子です。ツバメの子、はい、これが3曲目。はい、なんか曲ごとにあれですね、うん、その声色っていうんですかね、うん、春さんの歌い方がこう違うように、はい、もう7色じゃない、レインボーじゃない、いろんなこう、ね、それはもうよくよくぞ言ってくださいました、うん、それが一番の売りなんです。素敵じゃないですか。7曲入っているんですけど、7曲が全部雰囲気違うんですよ、うん、でその曲に合わせて結構声の出し方も変えるんですよ私。はい、七色の声と呼んでください。レインボーボイス。レインボーボイスっていう風に今度変えた方が良かったですね。あのね、今度2回目来るとき、今度あのレインボーボイスの言います。春さんです。いろんな歌を歌えますね。だからね、どんな曲も好きですよ。すごい、はい、演歌も好きです。素晴らしいです、はい。童謡から演歌は、童謡から演歌、はい、で童謡の影響がまずね、お母様から。そうです、多分童謡が一番ベースにあると思います。仕事でも結構童謡とか歌うんですよ。なんとなく、はい、それで、はい、この中にも童謡が、うん、童謡のような曲、うん、なんて言ったらいいんですかね、うん、入ってるんですかね。そうですね、子守歌も入ってるし、ひばりとかもちょっと童謡に近いところがある。この次の曲ですね。そうですね、ひばりも結構人気です、うん、今流れてるのがツバメの子、うん、ツバメの子です。はい、ちょっとひばり聞いてみたいんですけど、いいですか。いや、聞いてください、ちょっと曲を送ってください。ぜひぜひ、ね、すいません、はい、ひばりです、聞いてください。ひばりは、うん、ひばりは春になると空の高いところで、これひばりの、そうです、ひばりの鳴き声ですね。はい、これは三拍子で。三拍子で、はい。ほっこりする感じの曲かな。あ、こういう感じですね。はい。ノリがね、いいですね。あ、なんか聞いちゃいますね。聞いちゃいます、ね。今年もまた季節は巡り春がって感じです。やってきた。この後半にハモリが綺麗なんですよ、サビのところ。そこまで送るの どうすればいい。どうやってやるんですかね、わかんないんですけどね。シャッシャッってやるともう次の曲になっちゃう。はい。そう、うん、歌詞も結構はい、自分の、うん、これも自分の父と母のことを歌詞に織り込んで歌ったりとか、はい、本当に実体験が入っていたり、はい、総主張も1曲目の本当に飼ってたんです、自分で鳥を。あ、じゃあ全部もう、うん、ノンフィクションですね。そうですね、そんなところが。で、そのトンビの子守歌も実際に山の中腹でトンビの鳴く声を聞きながら作った曲ですし、はい、はい、そうだったんですね。ひばり、ひばりって聞こえますか。はい、ひばりはすごい空の一番高いところで鳴いているので、こう願いが天に届くかなっていう思いで、そんな歌詞が、はい。だんだんね、あのお時間が少なくなってきたんで、なんとなんと少し飛ばします、ね、飛ばしますか。次、はい、次行きますか、ね、トンビの次行きますか。あ、トンビを、トンビはね、本当にこれは子守歌風に録音してもらったんですけど、あ、トンビの鳴き声ですね。鳥の中でトンビの鳴き声が一番好きです。あ、これウクレレですか。あ、そうです、そうです、ウクレレですね。はい、これはちょっと特殊な録音の方法があって、本当にこう間近でささやくように録音したっていうのが、金沢まで行って録音してきたんですよ、この曲だけ全部、この CD 作るために、はい、知り合いのミュージシャンのところへ行って
それが金沢のソーセージっていうあのグループがいまして、ソーセージ、そうくんとセージくんでソーセージだったんですけど、今は4人組になったんですけど、そのセージくんっていう人がプロデュースをやってくださって、それでセージさんの曲が6曲目です。あ、そうですそうです、はい、こんな感じの子守歌もあって、最後が一番人気の青山黒ですね。これが子守歌、そのまま寝ちゃいそうです、ね、本当これはあの耳元でささやくように歌ってくれっていう感じでやったので、はい、はい、どうぞ送ってください、はい、この曲だけはあのそのプロデュースをしてくださった誠司君の曲になります。だからやっぱり曲の感じが全然違うんです。はい、入りがそうなんです。こういう曲自分ではなかなか作れなくて、もっともっとねこう曲の幅も広げたいなと思ってるんですけど、かっこいい曲です。かっこいいですね。はい、じゃあ誠司さんに会いたくなったねえ、すごいかっこいいですよ。誠司君の歌もソーセージもかっこいいです。歌い方はやっぱ全部違いますね。ねえ、うん、なんか曲に合わせて変わるんですよね、きっとね、歌い方が。はい、それができないです、ね、やはり選ばれるし、いやいやいやそんなことないです。はい、あとちょっとですね。はい、最後の曲に、はい、行きましょう。オリジナル曲の中でこの青山黒私はカラスという曲が一番人気で、ライブでもこの曲を歌ってくれっていうのが多かったんです。で、この CD フルバージョンだと7分ぐらい、確か6分か7分、すごい長い曲になってしまって、ライブではなかなかできなかったんですけど、ライブ用に短いバージョンを作って、最近はそれでライブでも5分くらいで歌うようになりました。火曜ワイド劇場のエンディングで流れてる。そういう感じしますね、なんかね。崖が出てきてね。ね、崖のところでこうやりとり流れてる。壮大な曲です、これは。その時になんかだんだん流れてる。この曲は一番やっぱ歌詞もすごく練りましたね。はい、一番思い入れがある曲で。やっぱそういうの伝わるんですね。ただ、うん、この曲できた時、アイマクロっていうところからできました。パッとそこだけ最初思いついて、 B メロかな、サビの途中というか、はい。あ、すごいですよ。あのまた、はい、はい、真由美陽子さん、陽子真由美さん、はい、お友達ですね。シンガーの方です。はい、春さんの歌はですね、良い歌がいっぱいってね。ありがとうございます。ね、まゆみよこさん、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。はい、ありがとうございます。喋る声とこう歌う声とちょっと雰囲気が違うので、うん、割とびっくりされます。そのギャップがいいですね。で、ね、これを聞きながら、はい、少しお話を進めさせていただきます。声は分かったので、そうそう、今後のね、はい、ライブの情報をちょっと、はい、はい、今後のライブ情報、はい、ここにあるので大丈夫。そうですね。でも皆様が見えないかも。そうですね。はい、はい、まず1月7日に、はい、静岡サナッシュでフォークボールというイベントがあります。そちらでいよいよペルソナデビューとなりますので、よろしかったら見に来てください。それから1月9日月曜日、祝日ですね。こちらは、清水の元スタジオというお店で新年会という話なんですけど、そちらもペルソナで出る予定です。それから1月15日こちらは静岡のブラウンシュガーというお店で、春の方でやらせていただきます。ぜひぜひ来ていただきたいなと思います。私もブラウンシュガーさんは初めて出ますので、はい、ちょっと力を入れて頑張りたいと思います。どれもね、全部ライブは一つ一つ全部全身全霊で演奏したいと思っています。で、ちょっと先ですけれども、2月の18日土曜日、静岡の街中
青葉シンボルロードで投げ銭ライブがありますので、よろしかったらお立ち寄りください。他にもね、まだいろいろあるんですけど、まだちゃんと決まっていないので、また決まったらいろいろお伝えしたいと思います。ぜひ遊びに来てください。待ってます。生歌を聴きに来てください。そうですね、今日ねここで生歌、はい、今日は残念ながらねお預けなので、はい、ぜひライブ会場来てください。7日がサナッシュさん、9日が居酒屋元スタジオさん、はい、それはペルソナユニットで出られるんですね、はいはい、そうです。そして1月15日がブラウンシュガー、はい、春さん、はい、そして2月18日が青葉シンボルロードの方に、はい、春さんで出られてるんですね、はい、1月2月今決まってるところです。そうですね、はい、はい、他にも決まったら、うん、フェイスブックとかやってますので、はい、はい、ぜひそちらで情報を、はい、ゲットしてください。ね、皆さん、はい、ぜひ会いに来てください。会いに来ましょうね。私もね、お待ちしてます。行きたいと思います。はい、来てください。そしてそろそろね、はい、なんと、最後メッセージをね、はい、メッセージです。終了に、はい、そうなんです、うん、仕事、平日は公務員として働いてるんですけど、うん、仕事はやっぱり肉の糧で、音楽は私の魂の糧になっています。で、こうやって歌うことが私自身の心の浄化に、心と魂の浄化になっているなといつも思っています。本当にライブをするというよりも歌うことが大好きです。はい、一人でずっと歌って遊んでます。子供の時から変わらず、はい、そうです。あれから何年かね、分かりませんけど、ね、そこら辺はね、はい、まあ、ね、それから先ほどの、はい、真由美陽子さんの、はい、ライブ楽しみにしています。あ、お見えになるってくださいね、きっとね、はい、ね、お待ちしてます。ぜひ私も、ね、ぜひ来てください。お邪魔させていただいて、来てください。勉強させていただければと思います。いや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 、ありがとうございます。まだお時間大丈夫ですかね。そろそろ終了した方がいいですか、ね、まだ大丈夫かな。ぼちぼちかな、うん、はい、はい、なので今日ね、パワフルでメロディアスな歌声が今流れてます、はい、シンガーソングライターの春さんね、はい、本当にお忙しいところ、いやいやいや、はるばるとんでもございません、ね、お呼びいただきありがとうございます。本当に呼んでいただいて、今日は光栄でございます。本当にぜひです ね、ありがとうす、今度はチャド様とご一緒にペルソナ、ペルソナでも呼んでいただいて、はい、でここで 生演奏、ぜひ生で歌わせていただきたいと思います。また呼んでください。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。イエイイエイ、ありがとうございます。ありがとうございます。コメントもね、たくさんたくさんいただいて、本当に嬉しいです。ね、これからますますのご活躍をお祈りしておりますので、はい、ぜひご一緒させてください。ぜひご一緒させていただけると幸いでございます、はい、幸いです。ありがとうございます。今日は楽しい時間を皆さんありがとうございました。ありがとうございます。本当に本日もね、素敵なゲストに来ていただいて本当幸せでございます。もうご縁に感謝でございます。ご縁に感謝でございます、ね、やっぱり人生は人に出会う旅とはよく言いますが、ね、はい、私も今日春さんに初めてお会いしましたので、ね、はい、ありがとうございます。今後ともぜひよろしくお願いします、はい、皆様も良い、ねね、年末年始をお過ごしください。良、ね、いお年をお過ごしくださいませ。ということでですね、ね、この後の番組のご紹介だけさせて、はい、ね、お願いします。この後7時半からですね、うん、デブ巻きチャンプルで、今日は、ゲストが綾野雄二さん、もうお見えになってますかね、綾野雄二さん、綾野さん、そしてカリスマさん、カリスマさん、そしてマキ姉さん、マキ姉さん、ちょっとなんかちょっと様子が違いますけど、ね、ちょっとね、何何って言われちゃう、なんか何って言われちゃいましたけど、なんか楽しみですよ。かっこいい人たちが、かっこいい人が、かっこいい人たちが、すごい。カリスマがカリスマ、カミソリ、噛んじゃった。ということで、はい、ね、この後ね、デブ巻きチャンプル、ね、はい、楽しみにということで、はい、ね、本日もありがとうございました。ありがとうございました。どうもどうも。また次回ありがとうございました。イエーイ、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。どうもありがとうございました。